こんにちは。今日はコナンの絵ですね。そして隣にあるのはチョコレートペンです。ということで今日はチョコレートでいつものチョコペンアートを作っていきたいと思います。はい、こちらの絵ですね。使うのはこの絵なんですけど、もう左右逆にしてここに置いてあります。まあここですね、この工藤新一ってところを一番頑張りました。はい、ということで作っていきたいと思います。まずはこのブラックペンを温めて、縁取りとこの黒い部分というか、まあ絵の縁取りですねをしていきたいと思います。はい、1本温めました。でこれあったかすぎてもうドロドロの時があるので、その時に中に爪楊枝を入れて爪楊枝で描いていくという感じでやります。はい、ではちょっとお皿を用意してからやっていきます。今回はこちらです。このシリコンカップを使ってやっていきたいと思います。お皿だと固まっちゃった時に取るのがすごい難しいので、このこういう裏返しにしてすぐ取れるシリコンカップを3つ用意しました。この3つと今は黒いチョコレートペンを使ってやっていきたいと思います。まずシリコンカップは使わなくていいので、まずはこの先っぽを、今回ねじって取れるやつにしたのですぐ取れます。この新一の方はこう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 ですね。ここに書いてあるものはもう気にせずやっていこうと思います。こっちもこういう風にやっていきたいと思います。これもう固まってきてしまいました。この固まってきた時に絵を描く方がいいので、先に絵を描いていきたいと思います。これもう固まりすぎちゃってこっちも描けなくなっちゃったので、もう一回温めていきます。はい、これをちょっと柔らかくしてきました。ちょっと柔らかくしたので絵の方を描いていけると思います。こんな感じで縁を取りました。今ですね、すごく柔らかい状態なので、今すごくこれが柔らかい状態なので、爪楊枝を使ってやっていこうと思います。まずはこの一つのシリコンカップに黒を入れて、まあこのくらいでいいですよ。これくらいで最初は大丈夫だと思います。そしてこれを爪楊枝で描いていく感じですね。これ爪楊枝でやるのは大変なので、すぐ固まっちゃうし大変なので、まあできるだけチョコレートが少し硬いくらいの時に直でやった方がすぐできます。シリコンカップに入れた時は鍋をちょっと温めたところにこのシリコンカップを浮かせてあげるだけで固まった時に柔らかくなるので、そこはすごく簡単にできます。
これで黒ペンでの縁なぞりが完成しましできました。イエーイ。ここからですね、黒で塗ってある場所をあまりのやつとかを使って塗っていきたいと思います。開けてみたら色がこの色だったのでちょっと薄いかなと思って、これいつものこのチョコペンのイエローにしました。ではこれを開けて塗っていきたいと思います。見てわかります？ここ破れました。はみ出ましたね。次はここのネクタイの緑をやっていきたいと思います。ここでわかんないかもしれないんですけど、こっちの新一とこっちのランで緑の種類がちょっと違うので、ちょっとだけ色を変えていきたいと思います。これはこのイエローの緑の方ですね。前のがちょっと余ってたのでそっちを使っていきたいと思います。これで完成です。こんな感じですね。オレンジと赤と青とピンクと黄色と白と緑と黒を使って色塗りをしました。最後にこの背景の部分にホワイトチョコを垂らします。あれ？この黒のところ塗り忘れてたので、この黒のところを塗ってホワイトチョコを垂らします。駆動は黒にしたいと思います。この駆動の部分できました。最後にさっき言った通りホワイトチョコをここに流して完成にします。ホワイトチョコ溶かしました。今回使ったホワイトチョコはですね、こちらです。ガーナですね。このガーナの
ホワイトチョコを3つ使いました。でホワイトチョコ温かいままだとまあ分かると思うんですけど、この頑張ったものが溶けちゃうんですね。頑張ったというか楽しかったんですけど、まあ作ったものが溶けちゃうので混ぜながら冷やして、冷やすといってもちょっと冷ますくらいなんですけど、まあそういうことをしてちょっと今待ってます。見たらわかるかも思うんですけど、ちょっと茶色いものみたいなのが入ってんですね。あのホワイトチョコ焦がしてしまって、ちょっとホワイトチョコっぽくないものがあるんですけど、まあこれはこれでキラキラするじゃないけど、まあちょっとした模様になっていいんじゃないかなと思ってこのまま使ってます。そろそろいいと思うので流してしまいこうと思います。いきます。ここに別に出してもいいんですけど、あんま出さない方がいいと思うので、そこも気をつけながら流していきたいと思います。おっと出た。伸ばして全体につくようにします。ホワイトチョコ買って終わりました。今回冷やすのを忘れてしまっていたんですが、まあいろいろよりまではうまくできたと思います。ただちょっとこのホワイトチョコが温かかったかもしれないので、そこはどうかなとは思うんですが、まあうまくいけばいいなと思います。では、ここの紙を外したいと思います。はい、これを冷蔵庫に入れて固めていきます。持っていくときに中のものがぐじゃぐじゃになんなかったりとかしないなんないように気をつけながら持ってってください。はい、固め終わりました。はい、これから開けてみようと思います。こんな感じです。ここの芯の部分あのひび入ってたんですよ。なのでちょっとそっからホワイトチョコが入り込んでしまいましたね。ここは穴開いてるけど、まあ違う場所なので大丈夫です。あとはホワイトチョコが入っちゃってるところもあるけど、まあうまくできたんじゃないかなと思います。では切っていきます。切れました。こんな感じですね。あ、これからもまだ作っていきたいので、まあ、作ってほしいキャラとかがあればこのコメント欄にお願いします。では
これで今日は終わりにします。ではでは。